テレ東ビズこんにちは日々の経済ニュースをアカデミックに読み解くテレ東経済ニュースアカデミー司会の入山昭恵です昨今の日本企業を取り巻くとても大きな課題の一つが人手不足ですよね少子高齢化に伴う労働人口の減少働き方改革に伴う価値観の変化 人材の多様化そういった社会環境が目まぐるしく変化する中でいわゆる従業員のモチベーションやエンゲージメントを高めることが組織にとって非常に大きな命題となってきてますよね。そこで今回は選ばれる会社従業員のロイヤリティが高い会社になるための組織づくりの鍵を握る人事評価制度について 組織はどんなシステムを構築すべきか、そして組織に求められるのはどんな人材か、専門家をお招きして議論していきたいと思います。では早速今回のゲストをご紹介します。お一人目はですね、株式会社ウィーザーピープル代表取締役安田雅彦さんです。安田さんどうぞよろしくお願いします。はい、いますよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてお二人目はクラウド人事ロームソフトの株式会社スマート HR。 重松雄三さんです茂松さんどうぞよろしくお願いします。よろししくお願いしますというわけであの今日はです、ねまあ、いろんな企業さんとお話しすると皆さんこの評価制度の見直しってすごい大事だなという問題意識は皆さん,なんかお持ちだと思うんですよ。だけどどうしていいか正直全然わからないそもそもどこから手をつけていいかわからないという会社がかなり多くなるなというふうに思ってますんで今日はあのご専門家の2二人からも徹底して 人事評価の話をお伺いしたいなというふうに思っております、はい、というわけでですねまずこちらにですね実際にある中堅の事業会社の目標管理の例をですね持ってきましたので、うん、ご覧になっていただければと思いますまずまあ全体の目標みたいなので目標あの上回る経過を出しているかどうかで S, <S、うん、AA、A, A、B、C、D と大きくこういう評価があってでさらに まあ個人ごとに結構、その目標がいろいろブレイクダウンされててそれがまあセルフマネジメントとかリスク管理とか人材育成とかまあこの方の場合は幸福相比較といろんなものに5%とか10%とかウェイトがついてまあ総合で点数がつくと実は我々この方に直接お話を伺ったんですけど実際にはこうやって S から D まであるんだけど大体ね、ほぼ皆さん B だそうです。 S, S とかもうつきませんと絶対、うんうん、だからあんまり差がつかないっていうのが今の仕組みで、うん、まあ大体 A か B か C がつくのはよっぽどの時だなみたいなまず安田さんいかがですかそれなりに定義もきちんとあって、はい、まあ評価基準はまあいいのかなとあと目標のところがあるんですけれどもこれは。 結構細かく設定されてるんですよねもうちょっとバクッとしててもいいのかなって気はしますけどね今項目が四から十一までで8つあるわけですよね多すぎだと多すぎ。目標管理のの原則っていうのは あなたががやるべきことを優先順位が高いものから「5個個から3個なんですよね目標8つ立てました」とかっていうのはもうなんかよくわからない状況になっちゃうんですよね <laughs> 結局でやってる方も評価する方もよくわかんないんで「うわ B」みたいな話になっちゃうんでだからこういうふうにしろこの,やこ,のこのこんだけの項目を絶対入れろ細かく振り分けろっていうのは。 あんまりそこまでこうディレクションすべきじゃない。これじゃあ逆に言うとあれですか。そのこ,この会社の人事とかが張り切りすぎちゃって。うんうん、張り切りすぎて。うん。<laughs> なんか細かくつけすぎてや人事はやった気分になってるってい。そう大体人事が張り切るとろくなことになるそ。そうですよね先生。よくわかりますね。なんでこうなってるんですかって言った時に。うん やっぱりこう評価する方される方答えられない制度はよくないと思うんですよね<ー>だから結局評価制度っていうのはメッセージなんで<ー>人事制度はメッセージなので人事制度はメッセージ、はい、働く方たちに何を期待するかっていうことをまあ仕組みにしたのが人事制度評価制度だと思うので、はい、重松さんいかがですか そうですねこれそもそものところなんですけど目標の1から3は各自が自由に設定して、うん、で4から11が、まあ、会社が設定したものってことなんでしょうねう、うんはい、きっと。そういう意味では4から11の8個の項目は会社がこう従業員に期待してることとか、うん、こういうういいい行動をとって欲しいみたいな気持ちの表れだと思うんです,よ、ね、すごい面白いなと思ったのは全体への貢献とか高い目標へのチャレンジみたいな項目があってこれって要は 自分の業務だけじゃなくて全体感をちゃんと見て考えましょうみたいなメッセージだったりとか、うん、高い目標であっても、えー、自分でそれをしっかり立ててそこに向けてチャレンジをしていきましょうっていう、まあ、そのチャレンジ精神を養うみたいな、うん、メッセージが込められてるんだなと思っていてうん、うん、そういったところがすごい面白い,うん、うん、いい制度になってるのかなと重松さんから見るとこの会社のねこの人事の評価この評価制度を仕組みを評価するとしたら、はい、100点満点で何点ぐらいゆるえっ、ー、と 成果評価と行動評価ってよく人事評価制度を作るときにその2つが取り入れられることありますけれども、まあ、その2つが、えーまあ、バランスよく入っているのかなというふうには見えるので、うん、まあ70点とかはあるのかなと思います。 はい、安田さんから見るとこれ何点ぐらいですか100点満点でまあやっぱり僕も70点ぐらいですかね、うん、その残りの30点は目標という定量の評価と訂正の評価、うん、僕分けた方がいいと思うんですよね細かいなと思ってやっぱり <laughs> <laughs> やや細かいですよねそのこの会社ぐらいの成熟度だったらもうちょっと従業の方に裁量があって、うん、もういいんじゃないかな会社ってて成熟してる方が ここの細かい目標は少ない方がいい方がその目標に対する切迫感とかそういうものが理解高い会社はもう評価制度なんかめちゃくちゃシンプルですよ、うん。具体的にそのゴールをどう達成したらいいかっていうことをこれは指定してるわけなんですね。ところがその そそもそもうちの会社はどういうことをやればいいこれが結局パーパスとか行動規範につながってくるんですけどはい、はい、そこが共有されてればそんなことは当たり前なんで、うん、もう出てきた成果だけをこうきちんと見ればいいっていう話にな,なるので制度はシンプルですよねつまりこの会社はもしかしたら成熟企業なんだけど、うん、まさにパーパスとか行動規範が社内で全然共有されてないんじゃないかなと思ってたら項目が多い本来的なその何て言うんですか、えっと、行動規範とか理念が徹底されてないっていうことを 度でで解決しよううとするとこうなるんでするるこなん分かります本来問題はそこじゃないんですけど,どコミュニケーションのクオリティとかマネジメントリーダーシップの問題を制度で解決しようとするからこうなるんですよね。 松いかかがですかあのおっしゃるところも多々あるかなと思いますし<だ>、はい、やっぱ制度であ,のある程度は担保しないと難しいっていうのはまたあるかなと思っていて理念が浸透してないから制度でごまかしている会社がある <laughs> ご,ごまかしているというか、まあ、それで制度でこう<や>そっちの方向持ってる、ね、でもちょっと今分かりました僕確かにいろんな日本の大手中堅企業の人事制度を見ましたけどやたら細かいんですよ。ほ、うん、ほととんんどどそそそううでですよほとんどそうだから本質的なな問題を全部そのそこにタッチしないで 制度の細かさでやる、それがどん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 細かくなってるわけですよね。うん、というわけで、さらにちょっとじゃ、ここから本題に入っていこうと思うんですが。はい、今、非常にこの人事評価制度の見直しっていうのが。はい、日本中で、まあ、人的資本経営っていう流れの中でも叫ばれているわけですけど。うんうん、企業が成長するために、まあ、従業員と企業がの接点って、まさに人事評価だと思うんですよね。人事評価制度をうまく活用するための、まあ、何が大事かっていうポイントについて。うんうんうん まず安田さんとういうふうにお伺いですか。あの私今まあ日本の中小企業の顧問をやってるんですよね。はい、で、まあ今二十五社ぐらい顧問があっておおはお話くる時の八割はまあ人事制度なんですね。その人事制度の悩みのほとんどやっぱ評価制度なんですよね。うん、この会社でどういう働いてほしいのかということとかどういうことをそのあの期待するということをまあメッセージとして出すんですけども、うん、やっぱその今その評価制度なんとかしなきゃってきてた理由の一つは多分昔は。 査定ツールだったんですよね、うん、いわゆるこう来年のお給料基本給決める、はい、あと賞与をこう分け分けのための,その計算ツールだったんですけどそこからこうどう成長つなげたかっていうことがあの必要になってくるとするとこれはやっぱどっちかっていうと今期何をやるやったことによって,あって分かったのよ、うん、伸びしろ強みそれをもとにじゃあ来年あなたは何をするでもっと言うと来年あなたはやることはさらにあなたのキャリアビジョン、うん に乗ってどういうい意味があるんだみたいなコミュニケーションまでやるとやっぱ、ね、まさにエンゲージメントを上げるディベロップメントをするためのツールになっていくとつまり人を成長させるための未来志向のツールのはずなのに過去の評価だけの、はい、いわゆるこれでお給料いくらですよっていう査定だけのツールになっちゃって、うん、実際、査定って言ってますからね査査定 <laughs> 今期の査定はとか <laughs>、はい、まあ僕はディベロップメントツールプラス、まあ、会社の,そのパーパス伝承 ツールでもこれからはあるのかな、ね、千いかがですかあまさにおっしゃる通りだと思います結局評価ってあのミッションビジョンバリューってどれだけ紐付づけてあの制度を作るかっていうのはやっぱ大事だと考えていますでそのバリューっていうのがあの行動規範になりますけれども、まあ、行動規範をここでちゃんと表現していくっていうのも大事ですし、まあ、それをちゃんとマネージメントが評価していく例えば全体感への貢献が足りてませんよねみたいな思想をちゃんと伝えることであの幅広く物事を捉えましょうっていう考え方に至っていくと思いますし、まあ、会社としてはやっぱ そういうのは大事だよねっていうのを伝えていくことで会社全体としての意思決定のスピード感を上げていくとかなるほど。そういうところにもつながっていくと思うんですよね、はい、スマート HR って人事の IT の会社なんでいろんなこう企業の人事ご覧になっていると思うんですけど、はい、スマート HR を使って うまくその辺浸透させられる会社とさせられない会社はやっぱ違うわけですか。やっぱりありますね。それやっぱ人事の方が。どれだけそのミッションビジョンバリュー浸透させるのかとか。うん、納得感のある評価制度を作るのかとか、まあそういったところへのモチベーションとか。うん、あの熱量みたいなものがやっぱりすごい大事になってくるかなと思いますね。まさにこの辺安田さんの本当にご専門だと思うんですけど、うんはい、今。 先ほども言ったように、ね、人事評価制度をうまくいってない会社が僕、正直多いと思うんですよ。いい <laughs> いややそうううでですすねねここれななんてうまくいかないですか、ね、やっぱこうエンゲージメントっていうところとか、はい、人的資本経営、人の成長でビジネスを伸ばすみたいなところからもともとの査定のところから、まあ、やっぱちょっとまだできれてないっていうのは当然ですが、うん、そ,れそれなぜかというところなんですけどそれは制度の問題じゃないことを制度で解決しようと思うのからもうすごく細かくなる <laughs> 複雑だから 評価者が分かってないんですよねはい、はい、評価する人がなんでここが40で60なんですかとか担当者は年に1回なのに管理職は年に2回なんですかっていう時にいや分かんないから人事で聞いてくれってその評価者が言うようじゃん <laughs> まあまぁそれ浸透するわけないんですよね。ということは <laughs> あとはやっぱり結果の活用が全くできてない <laughs> ABCD 取ったじゃあそれでどうするんですかと3年連続 D だったじゃあどうするんですかと成長につながるフィードバックをするそこまでやって評価制度なので。なるほど もうそこが活用されてないっていうこととかですよね、うん、だから人事制度が評価制度は自分の会社の OS パソコンでいう OS なんで、うん、自分たちで作んなきゃ意味がないんですよ茂松さんどうですか今のお考えはあのでもおっしゃる通りやっぱ評価がどんどん複雑になっていくと評価者がどんどんこうやられていきますよねメンタル的に分かんないですよね分かんないししかも 言うてやっぱ査定のツールになっていて、はいうん、査定ってめちゃくちゃ従業員からしたら大事な話じゃないですか、ねはい、当然ですよね。はい、で、それを、まあ、結構、運命を決めちゃうみたいな、はい、でもよく分かってない、誰も幸せしてないですよね。というわけで、ここからはですね、 実際に企業がどのようなプロセスで人事評価を行っているのかの、まあ、現状についてまず、伺ってみたいいと思まますうん、うん、まず安田さんあの、今ね、企業の評価制度って、どういうふうに構築されているのか。あのー、多分典型的なのはこうだと思うんですけど、うん、まず、えー、と目標達成評価こ、これは今期あなたが何をどこまでやったかということを決める、うん、でこれは今期の話なので。うん 賞与いいなんですよねっていうのは一回払ったらワンタイムなんで賞与、うんまあの反映されるあとはまあその、まあ、訂正というんでしょうか、まあ、い,いわゆるこう能力評価とかコンピテンシー評価とか、はい、まあ再現性がある。はいまあ、えー、と 当社の安定的な成長のために、まあ、今期はたまたますぐにせいあの成果につながらなかったかもしなれないけどもここをきちんとやっていくことで、うん、まあ安定成長につながっていく、まあ、最低限のまあ行動特性とか、はい、能力の発揮状況をあの評価するでこれはまあ中長期なので基本級に評価したりすることっていうのは多いですよね、うん、だから目標達成評価と能力、うん、コンピテンシー行動評価みたいでやるって二本立てでやるっていう会社が結構多いですよね。 課題ってどこになるんですか目標達成評価してな目標はうまくいかなかったんだけど、うん、能力だけなぜかいいみたいな。で能力ってのは本来は発揮されて成果として整理しなければ能力して評価されないのが一応原則なんですけど、うん、なんとなくその目標達成評価はいかないことをその能力評価訂正、うん、評価で救うみたいなところが調整あるのでこれはあんましよくないなっていうことと、うん、あともう一つそのやっぱその。 評僕はその運用のポイントっていうのはまあいろいろあの話としては2つあって一、まあ、つはどうう決めるかっていう話、うん、最終的にさっき言った目標達成評価能力評価でこの評価で出てきた結果をどういうふうにこう決定するのかっていうこのプロセスとあともう一つはさっき言ったフィードバック、うん、でこのあとそれをその結果をどういうふうにその人の成長、うん、組織の成長 につなげていくかっていう、まあ、ここが大事かなというふうに。評価って当たり前だけど、作っただけじゃダメで、はい、この運用がすごく重要であると、運用の。 この辺の現実っていうのは日本の企業ってどんな感じなんですか。あのですね、これ多分どこでもやってると思うのが一つかまあ評価調整。もうこの名前が嫌いなんですか、評価調ょう、なん <laughs> やねん調整ってみたいな。評価調整会議って言いますよ、ね、か,甘かな。まあ要するにこれはシンプルに言うと、本質は甘かな調整なんですね。うん、要するに。東日本の課長と西日本の課長の B. は。本当に同じ B. なのかっていうことをこうまあ調整していくわけですよね。はいはい、でまあ。それをすることによって最終的に正しく評価がついてるか確かめる会議なんですが、うん、その。話 話をしていくと結果的にじゃあこの人来年どうするのとか去年も D で今年も D だったけどこれ本当に大丈夫来年って話になるので、うん、プチタレントレビューみたいな話になってくるんですよね,すよねだから僕はいつも評価者の方たちに言ってるのは単純に甘辛を調節するだけじゃなくてその彼彼女は 今回のことで何が分かったのかで来年どういうことをさせたいのかをちゃんと言ってくれとこれはやっぱりタレントディスカッションであり人材開発会議だなというふうにして運用をずっと自分が人事の時もしてたし今もそれはお勧めします、ね、確かに日本の人事評価って評価でそのまさに甘辛会議だけやって、うん、終わりって結構多いですよね。うん、そそ査定にに反映させるだけでおしまいれは本当に まあ良くなないいいというかもったいないですよねせっかくパフォーマンス彼彼女の今期のパフォーマンスのことについて話すわけですからそこから分かった強み伸びしろ 成長機会っていうのをちゃんと組織的に討議するってそのことによってあた成長機会がね発見されてるのもできるので、志本、うん、さんどうですか今のお話は？やっぱあのやって終わりなところはすごい多いので、うん、あと面白いなと思ったのがあのこう東日本と西日本の B は本当に一緒なのかみたいなところで、はい、これがあの調整した上でじゃあその評価した人に対してどうフィードバックしていくのかみたいなところもやっぱ大事になってくるのかな。評価者へのフィードバック、それねいくつグッドポイントで、うん、私社内で一番好きな会議評価調整会議なんですよ。 <laughs> さっきなんか言ってましたね。な,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 なぜかというとこれやるとマネーージャーのクオリティが一発ででかるんですね<ー>、うん、どの管理職がちゃんと評価できてるあのマネージメントビブルマネージできてるかどうかがもう一発で分かる全てほ,ほぼ全員のマネージャーのそれはもう、ね、部長役員クラスも含めて、うん、みんなのマネージメントケーパビリティわ分かるので楽しみでしょうかな, <laughs> <laughs> ちなみにそ安田さんがその評価調整会議で、はい この,人この評価者はちゃんと評価できてるなっていうポイントってい、はい、やっぱ具体的に把握してることですよね。ななぜこの評価になったかということと次にどういう期待があるかということをポイントで短く話すでもう1個ちょっといいですか、はい、いってもちろん評価調整会議も大事なんですが <laughs>、うん、もう1つ大事なのは目標の整合性の会議なんですよね。評価調整会議よくやってると 目標達成評価の時にいやこれさ目標の設定が悪いよって話がよくある <laughs> んですよ。ってどうすんねんって話で。<laughs> まず基礎にあのきちんと本当にこの目標はその人の難易度合ってるのか、うん、あとその人が立てた目標はちゃんと関連部門の目標にもある程度反映されてるのかみたいなうん、うん、ちょっとここでじっくり目標のクオリティレベルをちゃんと縦横に合わせてやると。 全然評価の納得度は違うんですやっぱり日本の、まあ、そっちを言うと人事部が本当にこの辺腰据えて、うん、あの管理職の人とかとの対話をやってないっていうことですかと、ね、あ,あと各部門ですよね各部門とのやっぱ各部門中はやっはグリップして来い、うん、とここにでちゃんとやれということはやっぱ人事はあのー、頑張ってやってほしいですよね。 どうですか、今のおっしゃるとりですよね、人事の人がどれだけ熱入れてできるのか、やっぱそこがすごい大事で、やっぱシステム導入して、それでうまくいくわけではないので、使う人事の人がどれだけ熱量を持って導入できるのか。営業部長にね、どやされてしゅんとしてるような人事部長はだめなんで、本当に。いや、でもそういう人事部長、多いですよね。頑張れと <laughs> 人事頑張れっていう、はい、もう一個重要なプロセスで安田さんが挙げてくださったのがフィードバック。<laughs> ですよね,そ,すねその評価が出た後でいかにそれをきちんと評価された人に伝えるかで私は個人的にはここも結構日本企業弱いなぁと思うことがあるんですがはい、はい、じゃあまずシェマさんいかがですかこの辺そうですねあのフィードバックの時間をそもそもまあちゃんと取ってないとか、うん、今どれだけ進捗しているのかみたいな、うん、ワンオンを取ってるみたいなそういう時間を作ってるみたいな企業さんもまだまだ多くはない現状はあるのかなとは思いますね安田さんいかがですかまああのフィードバック本当にまあ今島さんおっしゃる通りであの 本当や全然やってない。 フィーードバックすするっていうことがもう成長機会のスタートなんですよねもうだから A だった B だったっていうのはあのもう過去の話なんで、はい、どちらかというとそこから分かった強み伸びしろあなたとのキャリアの接点みたいなところからさてじゃあこれをもとて来年何をやっていこうっていう話にしていくっていうところがすごく大事ですしまあそういう話ができるには当然日頃の信頼関係みたいのが大事やっぱ評価サプライズにしちゃいけないっていうのはあると思うんですよね。はい、でいや評価のフィードバックするときに いやー頑張ってくれたんだけどさー C みたいな話を <laughs> えー、みたいな僕ずっと B のつもりで半年やってましたけどみたいなやっぱこう日頃のフィードバックもあって、うん、自分の期待と実際に、ね、あなたのこのギャップを日頃から言っていくことでちゃんと評価結果のフィードバックも<の>、うん、いい評価のフィードバックの時ってもう部下とい、ね、うか、ね、信頼関係があるから、はい、こんな感じですよね次頑張りますみたいなそ,そういう感じですよね。おお、うんまあ、おっししゃるとりです、ねうん、あと私がが二人にお伺いしたいたのが あのフィードバックの質も結構気になるところで、うん、例えばあるありなのがワンオンワンのミーティングでずっと上司が喋っちゃって、うん、なんか結構部下の課題とか成長のためのステップみたいなの全然聞き出さないで。 上司だけ気持ちよくなって終わるみたいな。な結構あるじゃないですか。あの辺もやっぱ課題ですよね。課題です。フィードバックというのは成長機会を与えるんだってその本質的な。なぜフィードバックしなきゃいけないかということ。をちゃんとやっぱまあトレーニングというんでしょうか。うん、マネジメント。それ理解しなきゃいけないと思うし。逆に言うとその辺の。 いいわゆる研修とかかトレーニングが足りてないんですかね僕はやった方がいいいと思いますよねやっぱりその評価ハンドブックみたいなのがあるんだったら、ね、その制度の説明もあって最後にやっぱりフィードバックっていうチャプターがあって、うん、そこにフィードバックのことが本質が書いてあるっていう、うん、そこまでやって評価制度だと思うんで、うん、なるほど茂さんいかかがですかそうですすそうねあのやっぱりあのマネジメントって特殊スキルだとは思うのでなんとなくやってる人めちゃくちゃ多いと思うんですけど、はいうん、やっぱそこに対してちゃんと。 学びを深めるというのが大事だと思います。で、フィードバックもそうなんですけど、まあ、コーチングっていう括りに入ってくると思うんで、はい、まあそういったところをちゃんと理解をするとか、まあ、やっていく上で、多分フィードバックってこういうものっていうのが分かっていくと思うんですよね。本当だったら、これはフィードバックですって、ちゃんと伝えて、ちゃんと理解してもらうっていうのが大事だったりするんで、そういうなんか技術とか、そういうものがマネジメント必要多分今日本だとだんだんんフィードバックっていう言言葉ががななんんとなく出てきててき、うんうん、フィードバックしろみたいに言われてるだだけど管理職がだけど え何すればいいのみたいなで、ね、ででとりあえずなんかお前の評価こうだみたいなで終わっちゃうみたいなパターン多いですよねめちゃくちゃ多いです、ね。なるほど、はい、というわけで実は清水さんがいらっしゃるスマート HR では、えっと、タレントマネジメントシステムというものがあって、はい、こちらではこうした企業の人事戦略のフォローアップも行っていると。はい あのスマート HR はもともとロームのソフトウェアを提供していて、うんまあ、ペーパーレスとか業務効率化みたいなところをやっていたんですけれども数年前からタレントマネジメント領域に参入しまして今いろんな機能を作っているところです、まあ、今評価シートと呼ばれるものが、まあ、紙で運用してたりとかエクセルで運用してる企業さん、はい、まだまだ多くいらっしゃるかなと思いますが、まあ、そういうものをシステム化していくことで、えー、まあ今どこまでプロセスが進んでるのかとか全体としての,この評価ってどんな感じになってるんだっけみたいなところが 確かできるようになったりします。まあ、評価して、まあ、そのプロセスの改善を通して、えー、ま人事が今までやんなくちゃいけなかった業務がかなり凝縮されますと。うん、で、空いた時間でじゃあ今お話にあったような評価調整会議とか。 フィードバックの学習を深めていきましょうとかそういうところに時間を使えるというのが我々のシステムの強みになっているかなと考えていますこのスマート HR さんのシステムというのは、はい、人事のほど仕事を変えていくという意味で非常に有用だと、はい、僕は思い実際あれですかこの安田さんが書かれている会社でもスマート HR の仕組み入れて入れてます今やっぱり本当にその評価制度を入れた後にその次にやっぱりこうあのいわゆるクラウドのシステムとかパフォーマンスをマネージするシステムを入れている会社さんは本当に増えています。はいうん そうするとまさに安田さんがもともとおっしゃった評価というのは結局最後は従業員の成長のためであれタレントマネジメントなんだとそれがこう一気にこうやりやすくなるシフトを可能にするというそういった背景があって今タレントマネジメントの方に入れられてるっていうことなんですねそうですねあの冒頭にありました人手不足みたいなところもありますがやっぱそういうところに対して我々が何ができるかなと考えた時に多くの人がモチベーション高くエンゲージント高く働けるような環境を作るというところにコミットしたいと思ってこういったサービスを作っている感じですね。具体的な導入事 みたいなのが、もしあったら教えていただけますか。はい、店舗をいくつか運営している会社さんとかだと。あの紙で評価運営してます。で、定期的にこうトラックが走ってるから、そこに紙載せて。なるほど。で、人事部本社に。トラックいや、本当に、あの、営業部長最後、あの評価シート、台車で納品してきました。それをみんな、あの一枚ずつ紙、紙じゃなくて、全部。その業務がもう全部なくなりました。 それもそれだけですごいインパクトがあるかなと思います。そ,すね、そしてですね、あの二方にお伺いしたいのが、最近この評価制度っていうのは結構新しい。 仕組みとかか考え方が出てきてきいるじゃないですか例えば私が知ってるのですとノーレーティングといっていわゆるランク付けの評価をやめるっていう考え方ですよねあとまあ、OKRObjectives、OK、and Key Results って言って簡単に言うとまあ、具体的に明確さに定義された目標みたいなのを作ってそれに対してその達成度うん、うん で評価していくみたいなやり方がありますが、お二方はこういったこのノーレーティングとか O.K.R.、OK、と呼ばれた言われる最近のこの評価制度の仕組みというのはどういうふうにお考えですか。O.K.R.、OK、は結構多いですよね。非常にそのパフォーマンスのマネジメントの仕組みとしても、うん、まあ評価制度のみならず、実際のその全社的な業績をあの確実に達成していくという意味でも、で O.K.R.、OK、がきちんとやってる会社っていうのは目標管理も非常にうまくいくので、<ー>あの僕は O.K.R.、OK、はすごくいいんじゃないかなと思いますよね。はい、でノーレーティングはちょっとハードル高い。 頑張るって言った時にその一歩から6 0ンチの人もいれば 6cm の人もいればいろんな人がいるわけなんですよね、はい、で、まあここをその10歩一からげにしてやっぱりこうその目標の難易度をこう均一にするとか結局この乱暴な形がディスエンゲージというかモチベーションを削ぐというところがあるので、うん、一人一人の確実な成長とを期待するそれに集合一致させるという意味では。 結構そのマネジメントっていうものに対するディベロップメントに対する理解が成熟してないとできないとは思うんですが、僕はノレノレーレティングもあの全然ありというか、うん、い,い,いい方法だと思ってますよね。やっぱハードルは高いわけですね。ハードルは結構高いと思いますね。あとは聞く方もやっぱりその評価フィードバックを受けた時に、まあ僕らねスクラットも日本国民は五段階評価とかに慣れてるんで、四、ね、なんですか五なんですかっていうふうにやっぱなるわけですよね。<laughs> はい、だからそこの辺のこう受け手の意識っていうのもやっぱり結構重要なの変革も重要なのかなと思いますよね。 茂松さんいかがですか、このノ,、はい、ノーレーティング OKR、OK、は。基本的にいいかなとは思いつつ、うん、運用がめちゃくちゃ大変っていうところは間違いないと思っています。うんうん、ノーレーティングとかだと、特にマネジメントへの負荷がものすごい、うん、と思うので、うん、あと OKR、OK、だったら人事がどれだけその各メンバーの OKR、OK、KR をオープンにできるかみたいなところも大事だったりしますし、かなり覚悟が必要なんだろうなと思っています。うんうん、運用としてはすごい、制度としてはすごい面もいものなのかなと思うんで、や、ね、れそうであればやって,みてもいいかなと思います。 特に最近そのまさに OKR、OK、は結構いろんな企業が導入しだしていてあと、その前段階でよく言われる MBO ですよね、うん、MBO って私の認識は比較的こう形ばっかりやっててまさにこう査定に使うみたいな会社が結構あったと思うんですけどん、うん、MBO と OKR、OK、をなんかうまく組み合わせて、うん、本当にまあ中長期の企業と個人の成長に使うみたいな会社はだんだん出てきてるかなっているおもしゃる通りです僕はやっぱそうういう会社が今一番あの。 うまくいってるというか、うん、今の理想の形はまさに MMBO と OKR、OK、をミックスして あのやっているという形だと思いますよね。はい。杉本さんいかがですか。そうですね。私がお会いしたことある会社さんでもどっちも MBO と OKR、OK、どっちも導入してますみたいな企業さんいらっしゃったりするので、本当に運用次第ではうまく機能するのかなと思いますね。あのスマート HR さんの仕組みの中でもこういう OKR、OK、とか MBO みたいなのは、はい、うまくサポートできるようになっているんですか。そうですね。あの運用次第では全然できるようになっております。目標化でやっぱね僕マネージメントのすごくこう大事なことのいろはがあの。 入ってると思うんですよね。目標管理をきちんとやろうと思えば、まあ、あの当然そのまずどうゴールをセッティングするかそしてそれを具体的にどうやって達成していくのかでその達成した結果によってあなたは何を得るのか、うん、そして得たことをあなたの将来のキャリアにどう結びついていくのかっていうここまでやっぱりちゃんとできれば非常にこうマネージメントとしの強み 必要なことが全部できることになるので、うん、僕はまあ、あの、何もないんであれば、まず目標管理から始めてみるのはいいんじゃないかなと思います、ね。なるほど。うん、いや、やっぱりこうやって議論してみると、改めてこの人事評価制度を含めて、人事のことは徹底的に、まあ。うん、アップデートして、学んでいかなければいけないなって改めて思ったんですが、重松さん、なんか、今度、近々。 なんかこれに関するイベントがあるということなんですけど、はい、スマート HR ではですね、11月に3日間にわたってスマート HR ネクストというイベントをですね実施しますのでえ、ぜひ興味のある人事の方、うんえー、経営陣の方ぜひ参加していただければと思います。はい、というわぜひ皆さんご参加ください。はい、<laughs> というわけでここまで。 組織作りの鍵を握る人事評価制度については徹底的に議論してきたんですけど。お二人どうですか、今日いかがですか、感想は。そうですね、あの面白かったのが評価調整会議とかフィードバックとか。評価で本当に運用が鍵だなっていうのを改めて再確認できるもらったかなと思っております。うん、安田さんいかがですか。す改めて本質的なところを、うん、あの考えることができたんで、あのいい機会でした。ありがとうございました。したいや、そうですね。でも本当にあの課題も多いなってすごくよく分かったんですけど。一方でなんかやることは結構。うん はっきりしてますすよねそうなんですよ、ね、いつも言うんですけどよくそれは外資系だからねとか、うん、大企業の話だからねってよくあのコンサルやる始めたことか言われてるんですけど僕からしてみれば、まあ、あの絶対そんなことはない、うん、あのもうやるかやらないかの違いもうめ先生おっしゃると明確ですよすですよね、はい、なのでぜひ皆さんこれからもやるかやらないか、まあ、やった企業とやらない企業でも完全に差がついてくる時代だということなので、うん、ぜひその辺をお考えになってですね人事評価制度皆様の会社を見直していただいてぜひやっていただきたいと。 いうことですね。今回は人事評価制度について、安田雅彦さん、重松雄三さんと一緒にお届けしました。本日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。したそれでは、また次回お会いしましょう。さようなら。